自然さんライフスタイルチャンネルの竹内です。いつも皆さんご視聴ありがとうございます。自然菜園ハンドブック、実は自然菜園だけではなく無農薬で家庭菜園をやる人のためにこの本をイラスト付きで高田美香さんの素晴らしいイラストで紹介しています。こちらをね、毎回ミニ講座という形で動画にまとめてみたのでぜひご覧ください。どうぞ。じゃあこれからね、自然菜園 Q&A セミナーのミニ講座を始めたいと思います。よろしくお願いします。まあ、YouTube で知られている方もいると思うんですけども、まあ、この Q&A セミナーっていうのはオンライン講座で QA の時間を持っていたらそれがすごく勉強になるってことでスピンアウトしまして QA だけの講座が生まれました。質問できますし他の方の質問を聞くとやっぱりすごい勉強になるので、やってるんですけども、その冒頭にね、この自然菜園ハンドブックっていうものを使って僕が死んでもこれだけ伝えたいってことをたった31ページでまとめてあります、イラスト付きで。はい、それをね、今日は19ページ、ついに 草マルチのね、ポイントっていうことで、紹介していこうと思っています。でこの DVD 付きはね、DVD がおまけでついてくるんじゃなくて DVD がメインですでハンドブックもついてくるっていう形で、実はこの DVD 142分入ってるので普通の DVD 3枚分ぐらい入ってるので、カバーをつけると、ハードカバーつけるとめちゃくちゃ高くなるので一番エコのやつにしたらおまけっぽくなっちゃったのね。これすごいお得なんで初めて勉強する方にはこれ付きのやつがおすすめですね。はい、さてと、はい、今日自然菜園ハンドブックの、19ページのねところをやっていこうと思います。はい、皆さん見えてたらちょっと顔出ししてる人の丸とかつけてもらってもいいですか。あ、OK ですか。ありがとうございます。はい、ね、直接お会いできる方の場合はね結構いいんですけども、こうやってオンラインの場合ね、一人で喋ってるのに全部ミュートでね聞こえてなかったとかね結構事故がありましたのでね、何かありましたらチャットの方にね書いていただいたり、周りでね竹内さんブーとかちょっとちょっととかでやってくれると気づく可能性があります。夢中になって喋ってますからね。で今日はですね、季節に合わせた草刈りということで、草マルチって言葉はね、草をマルチング、要するにビニールマルチのように引くからマルチングするか草マルチっていう僕が作った造語ではあるんですけども、最近普及してきて草マルチする方が増えてるんですね。で草を刈ることによってどういう効果があるのかっていうのは四大効果とかでこの本でもね紹介してきたので、またそこのところをね YouTube で流れてると思うので見ていただければいいんですけども、今日はその草刈り、いつも同じように刈ってていいのって言ったらちょっと違うんですね。1年間どういうふうに草が生えてくるのかって考えていただけると、草には2種類あるんです、大きく分けて。1種類は今生えている雪の下とか春に生えてくる冬草といって、夏に種を残して枯れていく冬の草ですね。もっぱら秋から発芽して、冬を越して、で春に花が咲く箱辺とか大犬ふぐりとか春ジョーンとか、そういう春の草たちですね。春の七草みたいなものです。これは地面を這うようにタンポポのようになんて言うんですかね、そんなに野菜と競合しないんです、競争しないんです。暑くなったら枯れてってくれますからね。ところが一番野菜と喧嘩しやすいのが冬草の、もう一つの冬以外に活躍する夏草が喧嘩しやすいんです。夏の草というのは誰よりも早く発芽し、誰よりも背を高くすることで他のものを排除するために成長がめちゃめちゃ早いんですね。冬の時期はね、上に行けば行くほど寒いですし、地面にペタッとくっついてれば風にも北風にもやられないので、あったかいので地面に伏しているので生きた草マルチって状態で、さほど野菜とね喧嘩しないのでいいんですけど、夏の草というのはもうガチで喧嘩するんですね。なので刈って引くっていうことをしてあげると、野菜と草が同じ背丈であればもう野菜は負け始めてるんです。なぜかっていうと、トマトを1本植えたら草は何百本も出てるわけですよね。でそれが四面楚歌のように周りで全部生えてしまったら光も届かない、そして養分水分も周りの草が全部なんていうの、シード権というか握っちゃってるんですね。でその中で野菜がかろうじて生きてる、つまり
草負けっていう状態になってるんですね。草負けって夏野菜に負けている状態を一方的に示すんですね。で、結論から申します。この草負けが野菜負けになるといいんですね野菜勝ちでもいいです。つまり草と逆で夏野菜、トマトとかナスとかピーマンがあまりにもよく根っこを張ってしまったので、周りの夏草はシード権が夏の野菜にあるのでなかなか生えてこれない状態、これが夏野菜勝ち、もしくは草が負けてるので草負けもしくは野菜負けっていう、野菜の方に負けさせられたってことですね。こういうふうな野菜がしっかり根っこが張れるような草刈りおよび草マルチができると年々良くなるってことなんです、はい、なのでね、草刈って引いても草が伸びてきちゃう人と、草刈って引くとなかなか伸びてこない人がいるわけですよ。なかなか伸びてこない人っていうのは何かっていうと、よほど草が生えないような条件がない限りは野菜の方が根っこを張ってしまっていて草が生える余地がないんですね。こういう状態が素晴らしい状態ですね、はい、で一番ポイントなのはですね、夏草が台頭してくるのはここにも書いてあるように初夏なんですよ、はい、まあ、4月から、5月の頭ぐらい、もしくは梅雨に入る一歩手前ぐらいですね。で梅雨に入る前というのは野菜も大きくなれないし、草も大きくなれないんです。なぜかっていうと寒いですし水は少ないのでなかなか大きくなれない。じゃあいつ一番大きくなれるかっていうと梅雨の後なんです。実は梅雨の時期っていうのは水はあるんです。そしてちょっと暖かいんですけども、通常の梅雨であれば毎日のように雨降ってるので日照不足なんですよ。だから梅雨の時期に草が伸びるっていうのは雨と雨の間の晴れ間に光合成してニョキってくるわけですよ。あったかいし、はい、なので梅雨の間に野菜が伸びるのか草が伸びるのかっていうのが決まるわけです。なのでこの小競り合いって書いてありますけども梅雨の時期に1週間に一度野菜がこの先伸びてきそうなところ、もしくは今草と戦っているところを地際で刈って引いてあげるって前回ね説明したような草を刈って引くって草マルチをしてあげると野菜の方が根っこが残っていて草は地上部刈られて引かれちゃってるので草マルチになっているのでなかなか復活できない。その間に野菜がわっと伸びるっていうことを繰り返していくわけですよね。もちろん草をきれいに取っちゃいけないわけじゃないんですけども、草を全部ね取っちゃうとこの小競り合いがなくて野菜だけが育つ環境になるとライバルがいないんでそんな強くなれないです、なれないですね。なので私は野菜よりも草が背丈が大きくなりそうだったり、ここは野菜に根っこを生やしたいところは刈ってあげますけども、その周り野菜から50センチも離れているところはまだ刈らないですよね、はい。で一番はですね、どこで勝敗が決まるかっていうと梅雨明けなんです。ここ見てください。梅雨明け、天下分け目の戦いじゃって、よくね初期 の私のスクール14年前を知ってる方とか10年前を知ってる方はね、この話長いんですよ僕で、ショートにします今日は何かっていうと、天下の分け目の争いって関ヶ原だったんですね。徳川幕府ができる前に石田三成と、そうすると天下分け目の時には西軍石田三成の方が絶対勝つっていう布陣を引いてたわけです。右角の陣っていうね、鶴のような形でやってたんですけど、なぜかというと兵力も強いし絶対勝てるところに陣地を置いてた、さすが石田三成なんです。ところが徳川家康がそこで何をしたかっていうと、小早川っていう西軍に裏切りを促すために鉄砲をダダダダダダダって撃ったんですよ。打ち方違うと思いますけどそうすると小早川がバタバタバタって反旗をひれ返して裏切ったんです。それで流れが変わって一気に西軍が敗走し東軍が勝ったっていう、このまさに天下分け目の関ヶ原のような草刈りが梅雨明けの草刈りなんです。なので梅雨が明けて一番草が伸びるのは梅雨明けしてから3日から1週間後です。要するに梅雨の時っていうのは先ほども繰り返しますけども、雨が多くてややあったかいけど日照不足なんです。水っぱらなんです。毎日水ばっか飲んでるので。
で、それが晴れると水が少しずつ減っていって暑いので、それを吸った水の植物が光合成をして一気に伸びるので、そこで勝敗が決まるので、その時に草が復活して天下を治めるのか、野菜が草をマルチにして天下を治めるのか、流れがそこで決まるんですよ。なので梅雨明けまでに、梅雨の間に勝って引く勝って引くってことを小競り合いをやって流れを作っておいて、最後わーって伸びたところで地際から全部草を刈って畝全体に草マルチすると、野菜からすると草が全滅するわけです。それと同時に野菜たちはこれから根っこを変えなきゃいけないんです。どうやって変えなきゃいけないかって、今まで梅雨だったので地表面があったかくて水が一番少なくて酸素が多いのは地表面なので根っこ浅く張ってたんですよ。ところが梅雨明けると暑いのでその根っこ枯れちゃうんですよ。30度35度とかだから潜んなきゃいけないんですよ。だから梅雨明け後何をしなきゃいけないかっていうと、草との争いが終わった後に草マルチで表面の根っこが枯れないうちに深く張らなきゃいけないんです。だから梅雨の間に横に張って梅雨明け当時に下に張る。これで野菜の天下が収まるわけですよ。でその天下が夏の間続くんです。暑すぎて水分少ないし暑いので草も復活できないし、潜った根っこの野菜たちが収穫に至るわけですね。そうすると8月のお盆を過ぎて9月に入るとちょっと涼しくなってくるとまた草が伸びてくるんです。秋雨も来るし、その時にさっきの油断大敵夏の陣っていう形で夏が終わりの秋の前にまたもう一回夏草がエノコログサとかメシシバたちが復活してくるんですよね。その時にまた刈って引くっていうことをしてあげると、夏草は早く耐えて、そして早く耐えたのでその下から冬草が秋になって発芽してくる。ハコベとかね、お犬ふぐりとかが生えるといい畑だってのはよく最近浸透してきたのでいいんですけど、いつ生えるかって言ったら春に生えるんじゃなくて秋に生えてるんです。なのでね、夏野菜片付けが遅いとか、かぼちゃのつるがずっと張っていたってところは冬になって片付けると発芽してないんです、秋の草が。まあその話すると長いので、まあその夏の草が早くなくなってくれると、実は野菜の株元もしくは畝の中で箱べたちが発芽してきて、冬を明けると春になると畝全体が箱べとか大犬ふぐりっていう生きた草マルチである冬草、春の夏草が覆われると、その草が枯れるまでは夏の草が生えてきづらいんです。つまり野菜って共生しやすい冬の草が一面に生え、ここは肥えてるよ、ここは霜柱を降りにくいよ、天敵がちゃんと越冬できたよっていうことを冬草が作ってくれたところで夏野菜を植えていくので、トマトもナスもピーマンもいきなり夏の草と対決するんじゃなくて、冬の草が枯れていく中で夏に切り替わっていくっていう流れがまたできてくるんですね。なので今年ね、今まだ寒くて考えられないでしょうけども、これから梅雨、そして梅雨明け、そして、秋雨前、9月の頭とか、そんなところで季節の変わり目が訪れるときに夏の草を刈って引いてあげて草マルチにしてあげて、冬の草が育つように、そして、夏の野菜、冬の野菜がしっかり根っこ張れるように草を刈ってあげると、どんどん畑が良くなる、野菜が育てやすくなる、そしてその草マルチの下でカエルやテントウムシやクモとかが、益虫が越冬するので、草マルチとか生きた冬草があるところでは次の年、今年ですよね、今年3月4月になってキャベツを植えた時に天敵がいる越冬しているところにキャベツを植えるので、そして冬草が覆われてたら夏の草がなかなか生えてこないので、ライバルが少ない、そして味方は多いっていう世界が始まるんですね。ぜひ参考にしてみてください。以上が季節に合わせた、草刈り編でした。ありがとうございました。いかがでしたか？自然菜ハンドブックはね、こういった形でまとまっているので、もしよかったらこちら概要欄の方から案内しているのでぜひ購入してみてください。
そしてこのねミニセミナーミニ講座はですね、毎回自然菜園 Q&A セミナーっていう、ここにも書いてありますが Q&A セミナーの冒頭で5分でわかる自然菜園という形で行っているものをご紹介した感じですね。ですのでもしね自然菜園についてもっともっとね聞きたいなっていう方がいらっしゃった場合は概要欄にね詳しく書いてあるのでこちらのねオンラインの Q&A セミナーこちらの方もご参加いただけるといいかなと思います。もしよろしかったらどうぞ。はい、皆さん今日はご視聴いただきありがとうございました。またね。